これより神楽殿におきまして加藤社中によります神楽の奉納を始めさせていただきます。演目は貞心愛国鈴隠し、貞心愛国鈴隠しの舞でございます。この神楽、皆様ご存知、七福神の恵比寿様、大黒様が登場してまいります。またその家来の二人が面白おかしい舞を披露させていただきますので、そこもまた一つの見どころでございます。さて、ただいま神楽殿お出ましになりましたのが恵比寿様、恵比寿様でございます。様は漁業の神様、古くから漁師さんたちが大漁を祈願する際に信仰していたと言われます。後に市場でも祀られるようになりますと、それが商売繁盛の神様として、また私たちの飲み会の席ではビール瓶のラベルで微笑んでいてくださいます。ありがたい神様、恵比寿様でございます。潮吹きの顔を見るなり、恵比寿様大笑い、またお前その子
払いをしておりますし、よ振り回したの方がもどきの頭に直撃します。どうだお前、後ろにいればぶつからないんじゃないか。それはいい考え、これなら大丈夫だ。大黒様によります大黒舞でございます。皆様、大黒様の左手にはたくさんの幸せが詰まりました。うちでの小槌を持っております。このうちでの小槌から皆様にプレゼントがあるとのこと。どうぞ神楽殿のお近くまでお集まりください。